ああ、そういえばね、最近変なものを買ったんだよ。変なもの？北海道旅行に行ったんだがね、札幌の街で一軒の古道具屋を見つけてね、なんとなくその店に入りたくなって、店に入った途端に目についたのがこれなんだよ。何ですかそれ？オルゴールだよ。まあ聞いてごらん。少年の話は私には全部デタラメとしか思えませんね。犯行時間には映画を見ていたと言いますが、その1時間後に映画の題名も俳優の名前も思い出せないんですそうか。そう。それに劇場で少年を見かけたものですよ。もちろんです。いくら興奮していようが関係ない。少なくとも自分の見た映画が何かぐらいは覚えていますよ。少年を逮捕した刑事の証言だと、彼はアパートのキッチンで尋問を受けています。隣の寝室には父親の死体が転がってた。そんな状況下で映画の題名など思い出せますか？出せます。激しく動揺していたはずですよ。私なら思い出せます。裁判の時には題名もスターの名前もきちんと答えていますよ。当然です。おそらく弁護士が知恵をつけてやったのでしょう。裁判まで3ヶ月もあれば、そのくらいどんなバカでも覚えますよ。その夜問題の映画館で何がかかっていたか調べるぐらい簡単なことです。とにかく私は犯行の直後、刑事の質問に答えられなかったという、そっちの方の事実を重視しますね。精神状態は問題じゃない。個人的な質問していいですか？どうぞ。昨夜どこにいました？うちにいました。一昨日の夜はどうです？何くだらんことやってるんだ。構いませんよ。8時半に会社を出てまっすぐ家に帰って寝ました。その前の夜は？と言いますと、火曜日の夜ですね。ブリッジの集まりがあってブリッジをしてました。月曜日は？去年の大晦日まで行ったら教えてくれや。それまで寝てるわ。月曜の夜は、妻と映画を見ました。何をです？二本立てで、一つは赤い岩、推理ものです。もう一本は何でした？もう一つは、今思い出します。素晴らしき、何でしたか、人の名前です。ベインブリッジ、素晴らしきベインブリッジ夫人でした。それなら見ました。驚くべきベインブリッジ夫人でしょう。ああ、そうでした。ちょっと思い違いをしました。それにはどんな俳優が出てました？バーバラ・ロングだったと思います。黒髪でちょっと可愛い。ああ、確かロング、そんな名前です。他には？聞いたこともない俳優ばかりでした。何分抱き合わせの二流映画でしたから、そこまでは。その時あなたは錯乱状態にありましたか？いえ、普通です。ご苦労。さて、いよいよ別れを告げる時が来たようだね。諸君の偉大な業績を心から称えたい。潜水艦追跡装置は諸君がいなくては完成しえなかった代物だ。おかげで計画の第一段階は成功裏に完了した。早速報奨金を送るとしよう。一人当たり1000万ドルずつの報奨金は、助手に命じてすでにスイス銀行に振り込んである。それはどうも。ありがとうございます。これで諸君との契約は終わったな。しかし最後に一つ知らせておきたいことがある。残念ながら、ある裏切り行為が発覚したんだ。装置の設計図を東西両陣営相手に競売に不相と企んでいる者がいる。当計画に関与した身近な人間だ。2000万ドルの振り込みは中止だ。マルコビッツ教授とバックマン博士が事故で死亡した旨を両人の親族に通知しろ。手厚く水槽に伏した。ダース・ベイダー、やはりあなたの仕業でした。元動員は外交任務船を攻撃したあなたの無謀な行動に。外交任務などとそらそらしい言い訳はやめるんですが、レイヤ姫、盗み出した設計図がここにあることは分かってるんですぞ。さあ、どこに隠したか素直に話していただこう。何の話か分かりません。
私は元老院議員の一人としてアルデランへ行く途中。どこまでシラを切り通せるか見ものですな。連れて行け。待っていたぞオビワン、やっと会えたな。全てはここで終わる。もはや俺はあんたの弟子でも何でもない。遠慮はしないぞ。道を誤ったこの悪魔めが。だいぶ力が衰えたな。お前に勝ち目はないぞ。わしを倒してもその時には無限の力がわしに与えられるんだ。ここに来たことを後悔させてやる。ルーク、このマスクでも死んでしまう。どの道わしはもう助からん。その前にせめて一度自分自身の目でお前を見ておきたい。行け息子よ。わしを置いて。嫌だ。僕と一緒に行こう。しっかりして。僕が助けるから。すでにもう助けてくれた。お前の勝ちだ。お前は正しかった。妹に伝えてくれ。愛していたと。置いていく気はしない。それはできんな。お礼にどんなものでも差し上げます。お前とは長い付き合いだが、わしにすがりに来たのはこれが初めてだ。招いてコーヒーを振る舞ってくれたのは大昔にたった一度だ。家内がお前の娘の名付け親なのにわしを敬遠しとった。関わり合いたくなかった。そうだろう。仮を作るのが怖かったか。いえ、静かに暮らしたかっただけです。無理もない。アメリカは天国だった。葬儀屋は繁盛。いざという時には警察が守ってくれる。わしに用はなかろう。ところが思うようにいかなくなって仕方なくすがりに来た。当然のことのように友情のかけらもなく、わしをゴッドファーザーと呼びもせんで、娘のめでたい結婚式の日に訪ねてきて人を殺してくれなどと。金で正義の裁きをお願いしてるんです。何が正義だ。娘はまだ生きとるぞ。じゃあ懲らしめてください。娘に代わって。
お礼はいたします。ボナセラ、困ったね。わしに何の恨みがあってそんな仕打ちをするんだ。お前が友情さえ示しておればそのならず者たちを懲らしめるくらい簡単なことだ。お前の敵をわしの敵と呼べるのは友情で結ばれている時だけだ。それを忘れるな。お願いします。ゴッドファーザー、よろしい。その代わりわしもお前の友情にすがりに行く日が来るかもしれん。だからその日まではこれは娘の結婚式の引き出物と思ってくれ。ありがとうございます、ゴッドファーザー。いや、この仕事はそうだな、クレメンツァだ。彼なら節度を守ってやりすぎやせんだろう。わしたちは殺し屋じゃない。葬儀は思い違いしとるよ。お前を甘く見とるな。何をしたっていうんだ。おお、セーバートロンには手をつけぬつもりでいた。しかしだ、目には目を、裏切りの罰に破壊する。やめてくれ。デストロン軍団敵中だ。出撃しろ。今の今までわからなかったけど、あなたに聞きたかったんです。もし叶うとしたら望むことがありますか。あれば君がそれを叶えてくれるのか。さあ、それは聞いてみないと。私はとうとう大リーグの打席には立てなかった。そのチャンスが欲しいね。一度でいい、大リーグのピッチャーと対決するんだ。相手がワインドアップに入るのをじっと眺めてウインクする。やつ慌てるぞ。これはただものじゃないと。見上げれば目がくらむほど澄み切った青い空、球が芯に当たった時のあの手応え、ベースを回る、三塁を取れるか、頭から突っ込む、サードへ、両腕でベースを抱く、それが私の望み、私の夢だ。なんとか。挨拶はそれぐらいにしてこっちに来るんだ。滑るなよ。
ペンキを塗るんでな。シートを敷いてあるんだ。怪我はないか？骨折などしてないだろうな。はい、幸いどこも。かすり傷で済んだか？はい、そうです。そりゃよかった。だが我々は100万ドルの金貨を失った。あの時はああするしかなくて、すいません。君のせいにはしとらんさ。全てがいつもうまくいくとは限らん。突発事故だって起こるさ。いいぞピーター。どうやらペンキ塗りは無事に片付いたようですな。最近ロス市警の一部の警官どもはやけにうるさい。今回のことではなおさらだ。もし君ならどう対応するかね。脅します。経験から言っても、警官は殺すより脅した方が役に立つ。脅すなら徹底的に脅せ。お任せください。まず君に見せたいものがある。見ろ、こいつが我々を追い回しているリーダー格の刑事だ。相手は黒人か。面白い。いや、こんにちは。元気かな？あの、うん、さて。聞こえないんです。お話はいいんです。ただお顔を見るだけで。ああ、どうも。君はとっても可愛い女の子だ。君の名前は何？サミー。とっても素敵な名前だね。じゃあね、サミー。知ってるかな、ジングルベルを。よし、ジングルベル、ジングルベル、ジングルオーザウェイ。Oh, what fun it is to ride on a one horse open sleigh. とっても上手だ。サビーは何が欲しいかな、クリスマスに。お人形、それにピエロ。きっともらえるよ。じゃあサーミーに楽しいクリスマスを。んー、いい子だ。ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。